皆さんこんにちは、むちょと申します。ひたぶら世代が塩場として当たりかもっていうことでですね、いやちょっと最近のね日本のクラシックではですね、その世代っていう目線で見てみてもなかなか面白いんですよね。まあよくね現役の世代レベルみたいのは3歳世代4歳世代で戦った時とかね、まあ言われると思うんですけれども、結構これは主語ばかりでも言えることはあるかなって思っていて、まあ例えばですね、その最近までずっとね上位を賑わせていたディープや金仮面、ダイヤメジャー、ハーツクライという馬たちって実は世代がめちゃめちゃ近いんですよね。というかまあこの2、3、4の金仮面、ダイワメジャー、ハーツクライっていうのは、まあまさにね、もう現役時代からしのぎをね、クラシック等で削ってきた馬たちで、まあ、まさにね、日本ダービーではこれだけね、もう日本に影響力をもたらす馬たちっていうのが、まあすべて揃い踏みしていたわけですよね。で、ディープインパクトは一つ若い2年生まれっていうことになりますけれども、唯一負けた馬がハーツクライっていうところはですね、負けれない塩場としても同じような感じになってきてるというわけですね。まあ当然ね、この2つの世代以降も新たな世代のね、塩場たちも入ってきた中で、やっぱりこの4頭たちっていうのは明らかに強かったっていうのはですね、やっぱりこう現役時代から高いレベルの世代だったんだろうなっていうのは感じさせるところで、まああとは最近で言うとね、絆高いエファネイヤも日本ダービーであれだけね、ライバル関係にあったっていうのは、そのままね、まあ塩場になってからも続いてるっていうのは、やっぱり強い世代だったんだろうなっていうのは思わせるところで、でまあこの後に続くのが、まあ、まさにねその北サンブラックやそしてドラメって世代なんじゃないかっていうことはですね、やっぱり最近の活躍を見ていると、まあ、感じるところなわけですよね。というかまあもう単純にヒンバのクラシックをドラメンテが勝って、ボバのクラシックを北サンブラックが勝ってるわけですからね。こうなってくるとやっぱりちょっとその説は固まってきたっていうのはちょっと言えるところじゃないかなと。で、その2頭だけではなくね、そのダービーでは3着だったサトノクラウンもね、皐月賞2着馬っていうのを出したわけですからね。まあ、つまりは同世代ワンツーだったっていうのもですね、やっぱりその説を加速させるところで、まあ、あとはリアルスティールさんだけっていうことに、まあ、なりますね。まあ、逆に言えばちょっとこの世代はね、たまたま強すぎた世代だったから、リアルスティールさんは一冠もね、取れなかったところはありましたけれども、まあ、他の世代と比べたらね、まあ、全然強かった。少なくとも一冠は取れていたっていう可能性は大いにあるように思えてきましたね。まあ、言ってもね、リアルスティールさんも、正直その最初こそね、スタートダッシュ乗り切れなかったっていう感じはありましたけれども、もう勝ち馬率的に言うと 35% っていうのはですね、現時点で言うとそれこそドラメンテや北サンブラックよりも高いっていうことになっておりますからね。まあただ単純にね、その G1 級っていう意味ではたまたま出ていないだけでね、まあベレージっていう意味ではやっぱり高いレベルにあるっていうのはもう証明されているわけですね。こうやって見てみると、あのイタリアリーディングのアルバート・ドックもこの世代ですし、ミュズ・ヘルタンもね重賞で走る馬なんかも出しておりますし、他の馬たちを見てみても一定のね産駒成績を上げてるっていうのは、やっぱ下位の馬でも言えてるところはあると思いますね。まあですから今後もですね、この世代の出てくる塩馬たちには要注目してほしいのはもちろんですし、またこれだけねレベルの高かった世代に勝った馬っていうのもね、ちょっと見ておく必要はありそうですよね。そういう意味で言うと、結構北サンブラックがね普通に走って負けた時の馬ってなかなかそういるものではなくて、特に小馬になってからね、そんなはっきりと負けたっていう機会はかなり少なかったですからね。ただあえて言うならば、個人的にはこの最後のジャパンカップの3着っていうのはね、結構流れ的にはちょっと不思議なところもあるというかね、別にこう馬場が悪かったってわけではなく、結構しっかり走り切ってのこの結果だったっていうのはですね、割とこうやっぱり勝った馬っていうのは強かったのかなって思うところがあって、でそういった意味で言うと、実はダイレクトな馬っていうのがいるんですよね。まさに今年が新勝馬となるね、シュバルグランとレイデオロと、まあ、もちろんね、そのジョッキーの馬さや展開的な面っていうのはね、結構後方の馬が上位に来てるあたり、もしかしたら先行がちょっと不利だったっていう見方もできるのかもしれませんけれども、とはいえね、特にシュバルグランはそんなにまま先行していた
ポジショニングにはなっておりますし、着差で言っても一番小さい以上あるっていうのはね、ちょっとやっぱあくまでこの時点に関しては相当シュバルグランの能力っていうのは高かったんだろうなっていうのは思わせてるところで、まあ正直ね、これまでっていうのは私自身としてもちょっとスタミナ系のね、ちょっと慢性ホースみたいなところを思っちゃってたところありましたけれども、まあ、まさに本場っていうのもね、同じく12年生まれのクラシックでこそあの馬たちにはかなわなかったですけれども、その絶対能力っていうのはまさにね、負けず劣らずなところがあったっていうのをね、あの結果を見てると感じるわけで、まあ本当決闘で言ったらね、これ以上ないお母さんハルワスイートにハーツくらいですし、マキャベリアンの血も入ってるわけですからね、成功の背景っていうのは大いにあるわけで、まあちょっとこれはね、最近のオルフェーブルやロードカノラ的な、待てば絶対能力的に言ったら本当に上に行ける馬っていうのをね、出してくれるような気配もしてきましたね。まあ少なくともね、この王道のね、東京の2400という負けるのない舞台でこれだけ強いメンバー相手にね、勝ち切ったっていうのはね、今になって考えるとすごかったことなんじゃないかなっていうのはちょっと思うところですね。で、逆にですね、その世代的に言って、まあ高くなかったとも考えられる世代はどこなのかっていうところもね、まあ考えられると思うんですよね。強い世代があるなら逆にね、ちょっと成績を残してない世代は全体的にどうだったんだっていう、もう思える世代は予想できるわけで、まあ、これもやっぱりダービー上位馬で、その後の勝馬成績を見ていくとなんとなく感じるところはあってですね。まあ、まずはやっぱりディープブルランってフェノーメンの当選誉れ星の世代っていうのは今勝馬としてなかなかね見る機会っていうのは少なくなってますよね。で、そこからキズナエファニア世代を挟んでのワンアンドオンリースラボニータ世代は、まあ堅実に走ってはおりますけれども、 G1 級まではっていうところはちょっと感じるんではないでしょうか。そしてドラメンテ北サンブラック世代を挟んでのマカヒキサトノダイヤモンドディーマジシティ世代、ここら辺はねもう結構3区が走ってる世代ということになっておりますが、まああくまで個人的な印象としては決闘でかなり良かったリオンディーズ以外はなかなかちょっと好スタートっていう感じではない状況にはなってるような気はしちゃいますね。まあ、やっぱりほんとこうやって見てみると不思議なぐらいね、この世代ごとに上位だった馬がやっぱり勝馬としても成功した馬は固まってるなっていうところは感じますよね。まあですからその世代でね、引退時期のブレガーで、3区がデビュー早い遅いはもちろんあると思うんですが、先にデビューした馬のね、その世代の馬のね活躍を見て、同じ世代の後から3区が出てくる勝馬の予測をするっていうのも結構ありなんじゃないかなとは思いますね。今後で言うと、例えばロジャーバローズがめちゃめちゃ走ったとしたら、実はその後出てくるダノンキングリは大成功するとかね。で、あとやっぱりコントレール世代もシャダイスタリオンでかなり評価されてる印象はありますよね。コントレール3区が走ったら2着だったサリオスっていうのも他の世代と比べたら相当強かった可能性っていうのはあるでしょう。まあたださらにね、その後シャフリアル世代やドーデュース世代のイクイノックスエフォーレアたちっていうのもね、いや本当に成功しそうな気配しか個人的にはないような感じもありまして、先が楽しみですね。まあ今年の新勝馬でいうとやっぱりレイウデオーロ世代ですよね。ドアブリチャードにアドミラブルにと、全て今年が新勝馬の馬たちということになっておりますから、まあこの世代は果たして強かったのかどうかがはっきりとね、3区で分かってくるということですね。まあ今年のクラシック世代でいうと、あくまで皐月賞の結果だけを見るとソウルオリエンスがまさにディープ世代みたいな感じで、2着1校とかなりの差をつけた感じがあったんでね、まあ、もちろんあれは馬場的なものだったりっていうのも関係あった可能性はありますけれども、アービーでもねあれぐらいの強い勝ちっぷり、もしくは大きな着差をつけるようだったら、まあそれはもう世代レベルどうこうっていうよりは、まあちょっとそうなってくるとディープパターンになってもおかしくないと思いますね。っていうのもやっぱりディープの時は2着以降の馬たちってほとんど勝馬になってない、もしくはなったとしてもそこまで成績を残してなかったりしたんで、あの着差っていうのはやっぱりディープが強かったっていうのもあるけど、2着以降が若干ちょっと世代レベル的には強くなかったっていうパターンだと思うんですよね。今年も若干皐月賞前までは小粒な雰囲気があって、で蓋を開けてみたらソウルオリエンスが強すぎたっていう感じだったので、まあ、もしかしたらねそういったパターンの世代になってくる可能性は、まあ、なくはないといったところですね。まあもちろんね、血統的に言ったらファントムシーフなんかはね、あの馬しかないような本当独自性のある血統馬ではあるんでね、見てみたいところではあるんですけれども、まあとりあえずですね、そういった勝馬になってからも世代レベルはあるんじゃないかっていうことでね、注目していただければと
思います。まあ、間違いなく言えるのは、まあ、明らかに北さんブラックドラメンテ世代の馬たちっていうのは弱くなかったっていうことですね。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。